これこれフロントスポイラーね、はい、これも両面テープ上から貼っていくんですけど、はい、内から外に、はい、でここで外に最後やっていくんですね、はい、ここは裏ね、はい、でそれはいいんだけどここすごいよ参考値 41.1 めちゃめちゃ細かい41センチと1ミリやの隙間をでもねさっき見てんけど、はい、この基準ってこのゴムのところなのか、はい、このボディのこのスポイラーの角なのかっていうのがここなのかこれなのかこれでもやっぱり2ミリか3ミリあるんで、そうですね、まあ、僕一応まあどっちでもいけるように真ん中ぐらいにしました、はいはい、で 41.1 ミリ合わせてやりましたんでやっていきます、はい、でも早速なんですけど付け方としては、はい、これこっちのねここここ折り込みがあるんでここに、はい、もうここ一回かぶせます、はい、でこのままこっち持っていきます、はい、ならもうある程度この時点でしっくりくるんですけど、はい、こっちをそのままここにも こう持っていきます、はい、ならもうこの時点でもう大体合います、はい、で気をつけなあかんのはその時にこのゴムです、ね、ゴムこのゴムがひっくり返らないように、はい、はい、これがひっくり返るとよろしくないので、でもうそうなんですよ。さっきここで 41.1 ミリ合わせとったので、はい、これでも OK ですね、はい、水じゃなくてねスポイラーバンパーに傷がいくからこないになるんですよ、ということで頭に入れてもらったら結構です、はい、ただまあこれ今仮付けしたんだけど、はい、もう一回外します、はい、両面テープを剥がさんとダメなんで、よいしょ、これね、でこれも下準備としたら先ほどと一緒のパターンです。ですね、はい、はい、これで一応下準備は OK でございます、はいはい、もうプライマーもね先ほど終わらしているので、はい、先ほど言った通りまずはここに引っ掛けます、はい、でそのままこっちに持っていってここは下からちょっと上に持ち上げていってあげると、はいはい、このように付けれるので、よし OK、1ミリなのでそこに合わせます、はい、じゃあ真ん中から剥がしていきますよ、はい、もう押さえちゃいました、はい、この時点でほとんどついてるような感じなんよな、みたいですね、もうそれぐらいバッチリできてるんで、はい、すごいエアロパーツです、しっかりしてる、しっかりしてます、でここまでいったのでもうこのままあマスキングテープがこのようにね、これでもうこっち側行けました、はい、こっちも同じ要領ですね、はい、この辺ですね、これを引いていきます。初めての場合はちょっとやっぱりね一人で持っといてもらってとかそういう感じが必要かな、まあ、あのもう僕らはね慣れてるんでこのように行けてますけど、でこう引っ張ってグッと押さえるという感じです。付けれたので、はい、一旦この時点でもうマスキングテープ剥がしていきます、はい、
もうこれで十分止まってるけどね。はっきり言うてすごいな。まあでもね、安全を期して当然ビス止めとかはやっていきます。はい、はい、どう、だいぶ雰囲気変わったやろ。もう正面から見たら全然寝ちゃうしよ。はい、ちょっと下のボルト入れます。はい、こういう時はね、ジャッキ使うよりも、はい、こういうのを使った方が楽なので、お、あの下にちょっと潜るという感じなんで、はい、こういうのを使ってちょっと前に出します。はい、ならもう下から覗き込めるんで、はい、取り付けのこれね。で今こんなやってる最中に、はい、誰か一人登場したんよ。お、誰が、誰でしょう、誰でしょう、振り返って。あ、こういうステイを分かりますか。あ、分かりますね。ここでね、こうつけるんですよ。ここは純正のボルトなんですよ。でこれはもう締め込んでいって、一応こっちを入れてからね、はい、こっちの裏側にこのナット、はい、これをつけてるんで、はい、でもこれここね、滑らないやつをつけてるんで、もうこのまま裏を持たんでも、このままプラスドライバーでクッと締めていったら止まりました。もうがっちり、もうこの時点でがっちり。でもこれ2箇所締め。はい、そうです、はい、こう軽く締めたらこっちに持っていって、穴調整合わせて、で下から入れます。これ上から入れたらあかんよ絶対ね、はい、あのネジが飛び出ちゃうんで。そうそう、それをやったらあかんので。ただこの時にこのナット入れるのはちょっと難しいです。でもはまっていったらさっさとはまるので。でね、まあ見えにくいんだけど、はい、入りやすいんで、そんなに難しくは考えてもいいかなって感じですね。あとはもう止めるだけ。で最後に純正の方のこのボルト、はい、バッチリ止まりました。ここからタッピングビスを入れながらので、はい、こっちね、はい、このここのバンパーの出てるところに入れていくから、はい、ちょっと一回また車下げるわ。はい、はい、で通常ドリルで下穴ってなってるんやけど、はい、まあ、僕の場合タッピングビスで、はい、もう頭がこのまま入り込むやつを使うんで、はい、で最後にはあのついてあった黒色の、はい、黒色のやつ、それ入れます、はい、もうこれで穴開いたんで、はい、問題ないです。先も穴開いたんでね、はい、もう入ります。オッケー、もうこっちこれでオッケーです。あと反対、はい、上野くん、はい、ほんならちょっと用事やってくれるか。ハンドルを反対にするだけや。任せてください。あ、邪魔しい。上村くん邪魔しいになってきてる。いや違う、僕はちょっとそろそろ頑張って活動しようかなと思って、今ってこと言ってみたばっかりに。どう逆効果に。はい、もうさっさとそんな言ってる前にやっていきます。はい、はいはい、オッケー、はい、どうですか、もうガッチリ、もういけてるやろ、十分、はい、まあ、チリですね、フロント。以上、フロント周りはこれで完了でございます。はい、では続いてね、ちょっとリアも取っていくんですけど、はい、スポイラーの形はこんな感じですね。ちょっと黒いからね、ちょっと電気当てますけど、はい、今から一回仮合わせやります。はい、で、これ
ほぼ両面テープで、下に一応ここにアタッチメント。あ、まだステージ。そうです。これ逆にここはいらんってことか。かぶせるかいらないですね。なあ、これいらんねんな、ここ。特段大したこと書いてません。はい。両面です。でもダッシュやるに一回もう一回合わさなあかんな。こっちこんな感じですよ。こっちもだいたいいけてますね。あともうちょっと上行くのはいいんですけど、あとここのこのちょぼちょぼちょっと削ってあげてもいいのか。この感じか。一回合わせましょうか。うん、はい。その構成を丸くしてもらったら。もう1というかね、この1ぐらいで引っ張っとかんとあかんなっていう感じなんで、はい、OK、そっち行けるね、さっきもう1ミリも動かしないです、はい、はい、はい、ということで、はい、真ん中からもう止めていきます、はい、緊張の一瞬ですね、これな、いつも思うけど、両面テープで1回ついたらな、剥がすの大変やからね、はい、つけます、いい、よいしょ、つけました、ちょっと待てや、はい、軽く持ってきます、こっちから攻めようか、あとはこの下ね、はい、ここね、はい、見える、見えますか、見えますよ、うん、これを一回クリップを外して、はい、まあこういう感じね、元々のクリップのところは同じクリップを使ってステイを止める感じですね、そう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 、で止まりました、こっちのステイはね、でこっちを取り付けしていくんですけど、これもさっきと前と一緒で下から上に、はい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 、これで支え OK ですね、はい、バッチリですね、そうですね、よいしょ、はい、問題ないですね、はい、で今日一日はこの状態で両面テープなのでくっつくのに時間がねかかるんで、はい、密着しちゃダメですもんね、そうなんですよ、はい、これで問題なく取り付け完了ですね、両面テープも OK、 はい、大丈夫です、はい、これで OK でございます、お、できましたね、取り付けも完了させてもらったという次第です、もっと先ほど言ったら手伝ったんでしょう、いや、大丈夫ですどんだけ僕のこと知りませんでした取り付け動画はもう結構でございますまた明日、はい、完成のこっちの中で、お、ぐるかっこいいやつを、そうそう、はい、ぐるっと一周取って終わらせてもらいたいと思いますんで、はいはい、いいよね、でもね、さすがインパルさん、ちょっとしっかりほんまにネームも入ってるし、はい、ブランドネーム、ね、ブランドネームしっかり入ってるし、はい、フロントもきっちり取り付けができました、はい、完璧でございます、はい、はい、では明日ちょっと完成の映像を撮らせてもらいます、よろしくお願いします、はい、お疲れ、お疲れ様です。